皆さんこんにちは、葵ベトナムの本間です。それではみんなの日本語第16課の言葉を練習しましょう。乗ります、乗ります。エスカレーターに乗ります、エスカレーターに乗ります。降ります、降ります。バスを降ります、バスを降ります。乗り換えます、乗り換えます。韓国で乗り換えます、韓国で乗り換えます。浴びます、浴びます。シャワーを浴びます、シャワーを浴びます。入れます、入れます。ジュースに氷を入れます、ジュースに氷を入れます。出します、出します。カバンから財布を出します、カバンから財布を出します。入ります、入ります。娘が小学校に入ります、娘が小学校に入ります。出ました、出ました。去年大学を出ました、去年大学を出ました。やめます、やめます。山田さんは会社を辞めます、山田さんは会社を辞めます。押します、押します。ボタンを押します、ボタンを押します。タイムカードを押します。タイムカードを押します。ハンコを押します。ハンコを押します。若い、若い。佐々木さんは若いです。佐々木さんは若いです。長い、長い。佐藤さんの髪は長いです、佐藤さんの髪は長いです。短い、短い。うちの犬は足が短いです、うちの犬は足が短いです。明るい、明るい。部屋は明るいです、部屋は明るいです。暗い、暗い。外は暗いです、外は暗いです。背が高い、背が高い。前田さんは私より背が高いです、前田さんは私より背が高いです。
頭がいい、頭がいい。前田さんの息子さんは頭がいいです。前田さんの息子さんは頭がいいです。体、体。佐藤さんは体が大きいです。佐藤さんは体が大きいです。頭、頭。頭が痛いです。頭が痛いです。顔、顔。山口さんの顔はちょっと大きいです。山口さんの顔はちょっと大きいです。目、目。目がかゆいです。目がかゆいです。耳、耳。私の祖母は耳が遠いです。私の祖母は耳が遠いです。口、口。大きい口、大きい口。歯、歯。歯がきれいです。歯がきれいです。お腹がいっぱいです。お腹がいっぱいです。足、足。足が臭いです。足が臭いです。サービス、サービス。あの店はサービスがいいです。あの店はサービスがいいです。ジョギング、ジョギング。佐藤さんのおじいさんは毎朝ジョギングをします。佐藤さんのおじいさんは毎朝ジョギングをします。シャワー、シャワー。シャワーが壊れました。シャワーが壊れました。緑、緑。私の田舎は緑が多いです。私の田舎は緑が多いです。お寺、お寺。京都は古いお寺がたくさんあります。京都は古いお寺がたくさんあります。神社、神社。神社でお祈りします。神社でお祈りします。留学生、留学生。彼女は留学生です。彼女は留学生です。パン、パン。130ページの3番を
読んでください。130ページの3番を読んでください。どうやって駅までどうやって行きますか？駅までどうやって行きますか？どの山田さんはどの人ですか？山田さんはどの人ですか？いいえ、まだまだです。いいえ、まだまだです。お引き出しですか？お引き出しですか？まず最初にキャベツを切ります。キャッシュカード、銀行で通帳とキャッシュカードを作りました。暗証番号、暗証番号を押してください。次に、このボタンを押します。確認。地図で店の場所を確認します。金額を確認します。JR。次の駅で JR に乗り換えます。アジアの文化が好きです。問題1、昨日の夜何をしましたか？ご飯を食べてジョギングして、それからシャワーを浴びました。問題2、いつも何をしてから寝ますか？歯を磨いてから寝ます。問題3、日曜日友達に会ってから何をしますか？友達に会ってから買い物をします。
友達に会ってから買い物をします。問題4、大阪駅までどうやって行きますか？大阪駅までどうやって行きますか？駅まで歩いて行って JR に乗って、それから大阪駅で降ります。駅まで歩いて行って JR に乗って、それから大阪駅で降ります。問題5、今日勉強が終わってから何をしますか？今日勉強が終わってから何をしますか？勉強が終わってから晩ご飯を作ります。勉強が終わってから晩ご飯を作ります。問題6、あなたの田舎は何が多いですか？あなたの田舎は何が多いですか？私の田舎は山が多いです。私の田舎は山が多いです。私の田舎は緑が多いです。私の田舎は緑が多いです。問題7、エビとカニとどちらが好きですか？エビとカニとどちらが好きですか？カニの方が好きです。カニの方が好きです。問題8、佐藤さんの靴はどれですか？佐藤さんの靴はどれですか？その白い靴です。その白い靴です。問題9、佐々木さんはどの人ですか？佐々木さんはどの人ですか？髪が長くてメガネをかけている人です。髪が長くてメガネをかけている人です。問題10、お母さんはどんな人ですか？お母さんはどんな人ですか？明るくて料理が上手な人です。明るくて料理が上手な人です。問題11、ベトナム料理はどうですか？ベトナム料理はどうですか？ベトナム料理は安くて美味しいです。ベトナム料理は安くて美味しいです。問題12、ダラットはどうですか？ダラットはどうですか？涼しくて天気がいいです。涼しくて天気がいいです。